こんばんは今度新しく仲間に加わったユッサと申します今までアニメレビューは大猫さんを中心にやってもらっていましたがうちユッサも参加させてもらいますお盆休みはどうでしたかユッサはオリンピックも終わりお盆も終わり気が抜けてしまっていますお盆にはうちの部活動の動画を公開させてもらいましたがなかなか再生されないですね 私も V に興味あるけど、お金かかるしできないよとか、そんな人にも優しく始め方を解説してますので、どうぞ、見てやってください。これからも、うち頑張りますので、よろしくお願いします。今日の、取り上げるアニメは、出会って5秒でバトル、ですよ。タイトル通り、バトルもの、あまり好きではないジャンルなのですが、1話だけでもと思い見てみました。ですが、もうですね、 6話までの感想ですので、よろしくお願いします。ネタバレは最小限に抑えて、話しますので、その辺はご勘弁にね。かわいいヒロインが出てきますね。ゆうりちゃん、与えられた能力、相手をぶっ倒す力がすごく爽快で可愛いい。このアニメは、いろんな問題を抱えた人たちが集められ、それぞれが一つ能力を与えられ、バトルをする。殺し合いでもあり、能力戦でもあります。 それぞれ警戒し合いながら戦っていきます。時には敵として、時には仲間として。そんな駆け引きが普通のバトルものとは違い、面白いです。主人公のアキラはゲーム好きでかなりの強者でもあり、最初は誰も信じないプレイヤーでしたけど、そのアキラが徐々にと変貌していく様を見るだけでも面白いですが、アキラに関わっていく人たちの心理描写も 自己中心的に描かれている感じはしますが、なかなか見応えあります。与えられた能力ですが、肉弾戦に有利なものもありますが、戦いには役に立たないと思われるものもあり。その中で、生き残る術を人それぞれが見つけ出して戦っていくのは、ほんと、人生を見てるようで、これも面白い要素に思います。うち思うんだけど、人はそれぞれ必ずあると思うんです。周りから見れば、 才能ないとか、それが、どないなものだと。うちら、YouTuber として、投稿してるのだけど。うちらみたいな、何年も活動していて弱小もあれば、たった一つの投稿で登録者1万人とか。まあ、登録者100万人いようが、見てない人は見てないですからね。Google のさじ加減でのおすすめは、投稿者にとっては辛いですね。特に最近は芸能界からの人たちを優遇してますから。 検索に引っかかるようにして見てもらうしかないですよ。が、頑張るぞ。おっと、雑談もこれくらいにして。好きでないバトルものをここまで見てこれたのは単純です。まあ、1話まで遡りますか。それは初めてアキラがマドカと対戦した時のことです。それぞれの能力は相手には知られてないのだけど、その中でいかに有利に戦うかマドカは、 肉弾戦で戦ってきました。が、アキラの能力は、そういった具体的なものではなく、相手があなたの能力だと思った能力。なかなか、使い方が難しそうですね。それを見事に活かしたアキラにも惹かれましたが、マドカが、参ったと思った瞬間に、降参したことですかね。このアニメがバトルだけでなく、いや、バトルではなく、頭脳戦だと感じたことですかね。大抵の場合、 バトルのは、もっと、相手が潰れるまで戦うのが王道ですから、これ、面白くね、と思った瞬間です。そんなことで、何を感動してるのと言われそうですが、相手が自分より強いと素直に認めて、相手を認めることこそ、このアニメの訴えていることのよう感じました。まあ、うちの個人的見解ですけどね。最近、東京リベンジャーズが、アニメの中では話題ですが、 あのアニメが肉弾戦を求めたのであれば、この出会って5秒は頭脳戦ってことでしょうかバトルだけでないものを求めるなら、このアニメは面白いと思います。が、純粋にバトルを求めるなら、物足りないと感じる人もいると思いますね。6話以降の話をしますと、これから大きな派閥同士の戦いになっていきますね。 これまでの個人戦や数人によるバトルとは違った魅力が出てくるのではと期待してます。楽しみですね。原作のストックはたくさんあるようなので期待も大きいです。ま、原作はアニメがぶち切れても読まないですけどね。今日は出会って5秒でバトルのアニメをレビューしました。気になったアニメを過去に投稿してますので、青猫さんのレビューですけど、よかったら見てやってくださいね。それで、 興味が出ましたら、アニメも見てやってくださいな。一緒にアニメ盛り上げていこう。じゃあ、また会いましょう。青猫さんや、いないと思うけどヨッシーさんのレビュー見たいって人はコメントやマシュマロでも残していってやってください。これからも、よろしくお願いね。